8月10日、最新セリーグ順位表。三立てするもの、されるもの。広島唐突に倒壊したの何があったん？阪神と首位争ったら謎に落ちていく現象なんやねん。お前さんたち。かは決まってたけど背も決まってしもたやんけ。巨人一勝ぐらいしろやマジで。戸郷シーズン投球数1998球、12試合連続100球超え。来年やばそう。もう決まったな、さすがにここから優勝逃すわけない。これ中日再開かもしれんな。サンカード全部三立てでくさ。広島は阪神より横浜の方が近くなったんか。あかん、阪神あれしてまう。巨人無事借金持ち。横浜、阪神に3連敗で死んだと思ったけど、中日に3連勝で生き返る。塩塩の横浜に三立ては飽きませんって中日ファン。ヤクルト上がってきたな。高梨いつも阪神に打たれてんな。巨人はもう B クラス決まったやろ。戸郷まで打たれたんじゃもう先発できるやつおらんやん。阪神こんなに勝ったら大事な9月に揺り戻しきちゃうやん。中日クリニックありがとうございました。ベイスターズが復活したのか、シュニドラが弱すぎたのか、私にはまだわからない。気がついたら真後ろにいた広島がいつの間にか姿を消してた。真夏の怪談話。